こんにちは、美容師の山崎です。今回は絹樹チャンネル顔タイプ別おすすめヘアアレンジと題して、今話題の顔タイプごとのおすすめアレンジをご紹介していくシリーズをやっていきたいと思います。今回は大人顔タイプ、石原さんですね、におすすめのヘアアレンジをご紹介していきたいと思います。顔タイプ診断とは、自分の顔の形に合ったヘアスタイルやコーディネートを知るための診断になります。目や口などの大きさや形、特徴により全部で8つの系統に分類されます。これら8つは大きく分けて、子供顔タイプ、大人顔タイプの2つに分かれます。今回は大人顔タイプの石原さんに似合うヘアアレンジですね、1つの顔タイプをピックアップして実際にヘアアレンジをやっていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。本日は大人顔タイプの中でもフェミニンの系統に近い撮影スタッフの石原さんをモデルにヘアアレンジをやっていきたいと思います。フェミニンは顔の輪郭やパーツ一つ一つが曲線で構成されている、とても女性的な顔立ちが特徴です。芸能人だと石原さとみさんや深田恭子さんですね、このタイプだと言われています。では早速やっていきたいと思います。石原さん、今日大人顔のフェミニンのタイプに合うスタイルでやっていくんですけど、結構普段コテとか使われる方も多いと思うんですけど、今日はよくオーダーとかでも聞くストレートアイロンでも簡単にできるスタイルでやっていきたいと思います。土台は最初外羽で全体しっかり巻いていきますね。でぐるっと一周ですね、外羽で巻いていただきましたら、なんか全部巻くと結構大変なんですけど、おすすめは顔周りがしっかり決まるとスタイリングした感が朝出やすくなるので、だいたいこの耳横ぐらいですね、結構太くて大丈夫です。分けていただきましたら、この外羽したちょっと上の部分、自分で高さ決めるといいんですけど、だいたい顎ぐらいから入れるって思うといいですかね。頬骨ぐらいからをギュッと内巻きのするように中間に跡をつけます。そうするとこういうウェーブになるんですけど、髪の毛ってチョコレートと一緒で冷めてる時に跡がつくので、こうギュッと熱で温めていただいたら、こうあったかさが残っているうちに、ここをウェーブの形にキュッと持ち上げてあげます。でちょっと冷ましてあげるとこういう感じですね、うわーっていうウェーブの跡がつくので、ここしっかり跡つけてあげてから次の段階に進みます。逆側も同じくですね。やっぱ左右対称って難しいですか？難しいって。いやですよね、私も難しいですなんか左右対称ってそんな意識しなくてもいいんじゃないかなって個人的には思うんですけど、やっぱ気になるっていう方とかはお顔の位置とかで決めてあげると分かりやすいので、さっきみたいにこのだいたい頬骨ぐらいで入れたなっていうのを覚えておいていただいて、逆側も同じぐらいの位置からこう丸く円を描くように熱を当ててあげます。で今のこういう感じでお顔周りの短い毛とかはピョンって出てきやすくなるので、出てきたところはまたここだけ毛先を外羽に戻してあげてください。でつけていただきましたら、後ろの部分はこの頭鉢っていうんですけど、表面の鉢の部分だけ取っていただいて、ここの上の部分ですね、ご自身で巻かれるときは横持っていっちゃっていいんですけど、分かりやすくするとこういう中華部分からぐーっと毛先まで中にぎゅーっと入れてあげてみてください。後ろは本当に一箇所しか巻かないので、これ巻きすぎなんじゃないのぐらいまで毛先こうぐるっと巻き込んじゃって大丈夫です。でお顔周りのこの2箇所と後ろですね、しっかり後つけていただきましたらお顔周り入っていきます。こういう感じで遅れ毛がしっかりある方とかは前髪通す時のおすすめなんですけど、最初この黒目と黒目の間で前髪として分け取ってあげます。で前髪の部分取っていただきましたら、このまま通すと結構アイロンでぐちゃってなっちゃったりとか曲がったりしやすくなるので、おすすめ的にはコームで一回こうやっぱ溶かしてあげてからストレートアイロン通すのがおすすめです。で長い毛出てくると思うんですけど、この長い毛最初はそのままアイロン通しちゃってから後から分けてあげても全然綺麗に分けられるので、気にせず通してあげてください。で前髪分け取っていただきましたら、この部分ですね、毛先丸めようと思うと結構ぐるんっていっちゃうので、イメージ的にはこの中間ですね、真ん中に丸みが来るイメージでストレートアイロン通していきます。丸みをつけるときは毛先ではなく中間に
一番丸いところを持ってくるイメージで通してあげます。でよく言えばこのコームでまっすぐな方とか整えてあげてから下ろしてあげると熱がさっきのチョコレートと一緒で真ん中で冷めてくれるので毛先が変な方向に向かずですね綺麗なまま整ってくれます。こういう感じですね。前髪通しましたら今度この横の遅れ毛ですね。この横毛最近ある方多いと思うんですけどここもちょっと巻いてあげると可愛いので結構こういう外側のイメージがここで変えられるんですけど、うん、内巻き気味にするとやっぱりちょっと可愛い目でしたりとか、うん、甘い感じの雰囲気になるのでお洋服とかで分けてあげるのもおすすめなんですけどこう綺麗めとか清楚な感じにしたい時とかはこう若干外側に巻いてあげた方が可愛いかなと思います。ここもあんまりぐるっと巻きすぎるとやりすぎになっちゃうので顔の前まで持ってきていただいてここで軽く内巻きしてあげてください。まっすぐで大丈夫です。こうするとやりすぎないバランスのいい遅れ毛ができてきます。スタイリング剤とか普段つけます？オイルは本当やっぱつけてあげるのがおすすめなんですけど今日もちょっとしっとりするタイプのオイルですね。今回このスタイルでつける時のおすすめとしましては顔周りのここのウェーブがポイントとなっているので、うん、ここはあんまりぐしゃって崩すと崩れやすくなっちゃうので、うん、イメージ的にはこういう感じで指でカールを整える感じですね。キュッとカール作っていただいてから毛先に中心につけていただいて後ろはあのワンカールとかで巻いちゃってるので全部こう空気入れるみたいにほぐしちゃって大丈夫です、うん、ふわっと揉み込みながら毛先とか乾燥してるとバランス悪く見えるので毛先はしっかりつけてあげてください。でつけていただいて本当に手に余ったちょっとの分で大丈夫ですね。この手に余った分をさっき巻いたお顔周りの遅れ毛でしたりとか前髪部分ですね。前髪は根元から全部つけてしまうとペタッとしてしまうのでイメージ的には持っていただいたら3分の1ぐらいですね。毛先の先ぐらいにこの余った分だけでいいのでこれをちょっとこうつけていきます。でつけていただいてから最近こう薄いの流行ってると思うんですけど、うん、薄い前髪とかはこれをこう真ん中から左右にですね割ってあげますとバランスが均等に出てくるのでおすすめです。もし櫛とかがあれば最後にですね、うん、ちょっとこういったここで溶かしてあげると可愛いかなと思います。今回大人側のフェミニンということで石原さんやらせていただきました。ありがとうございます。大人顔の方はあんまりシンプルにしすぎると綺麗めになりすぎてしまうんですけどお顔の形的にも丸みのパーツが多いということでお顔周りにもこういった曲線的なお顔周りのこのサイドバングでしたりとかここのカール感でしたりとか出してあげることによってバランスよく綺麗にまとまったかなと思います。ということで今回スタイリスト山崎がご紹介させていただきました。こちらに私のインスタのアカウントが出てると思うのでぜひよろしければフォローしていただけると嬉しいです。またこのチャンネルではこの顔タイプ別おすすめヘアアレンジ企画に出演したい方をぜひ募集しています。プロの美容師にあなたの顔タイプに合ったヘアアレンジをしてほしいそういう方はぜひこの概要欄からご応募していただけると嬉しいです。この絹女の公式チャンネルではこんな感じでヘアケア、ヘアアレンジ、髪に関するハウツーをご紹介しているのでぜひチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。その他絹女の公式 SNS も画面に出ていますのでこちらもぜひフォローしていただけたら嬉しいと思います。それでは次回の動画もお楽しみに。バイバイ。